いつもありがとうございます田中康彦です今回の朗読作品は太宰治作水泉ですこの作品は1942年昭和17年太宰治32歳の時に雑誌改造5月号に発表された作品ですそれではお聞きください太宰治作水泉 ただ経行状記という小説を読んだのは僕が十三か死の時のことでそれっきり再読の機会を得なかったがあの一遍の筋書きだけは二十年後の今もなお忘れずに記憶している奇妙に悲しい物語であった剣術の上手な若い殿様が家来たちと試合をして片っ端から打ち破って大いに得意で庭園を散歩していたら いやな囁きが庭の暗闇の奥から聞こえた「殿様もこの頃はなかなかのご上達だ負けてあげるの方も楽になったハハハハ家来たちの不用心な死後であるそれを聞いてから殿様の行情は一変した真実を見たくて狂った家来たちに真剣勝負を挑んだけれども家来たちは 真剣勝負においてさえも本気に戦ってくれなかったあっけなく殿様が勝って家来たちは死んでゆく殿様は狂い回ったすでに恐るべき暴君であるついには家も断絶せられその身も監禁せられる確かそのような筋書きであったと覚えているがその殿様を僕は忘れることができなかった時々思い出しては たため息をついたものだけれどもこの頃気君の悪い疑念がふいと起こって誇張ではなく夜も寝られぬくらいに不安になったその殿様は本当に剣術の素晴らしい名人だったのではあるまいか家来たちもわざと負けていたのではなくて本当に殿様の腕前にはかなわなかったのではあるまいか庭園の死後も たたちのの卑劣なな負け惜しみに過ぎかかったのではああるるまいかあり得ることだ僕たちだって良い先輩に散々自分たちの仕事を罵倒せられその先輩の高い情熱と正しい感覚にほとほと参ってしまってもその先輩と別れた後で「あの先輩もこの頃はなかなかの元気じゃないかもういたわってあげる必要もないようだ」<laughs>。 などという実に卑しい死後を交わした夜もないわけではあるまいそれはありうることなのである家来というものはその人柄において必ず殿様よりも劣っているものであるあの庭園の死後も家来たちのひねこびた自尊心を満足させるための汚い負け惜しみに過ぎなかったのではあるまいかとすると立然とするのだ 殿様は真真実実ををみながら真実を追い求めて狂ったのだ殿様は事実堅実の名人だったのだ家来たちは決してわざと負けていたのではなかった事実かなわなかったのだそれならば殿様が勝ち家来が負けるというのは当然のことで後でごたごたの起こるべきはずはないのであるがやっぱり大きい惨事が起こってしまった。 その様がご自分の腕前にかっこ不動の自信を持っていたならば何の異変も起こらず全てが平和であったのかもしれぬが古来天才は自分の進化を知ること甚だ疎いものだそうである自分の力が信じられぬそこに天才の反問と深い祈りがあるのであろうが僕は俗人の盆栽だからそのあたりのことは正確に説明できない。 とにかく殿様は自分の腕前に絶対の信頼を置くことはできなかった事実名人の卓伐の腕前を持っていたのだが信じることができずに狂ったそこには殿様という隔絶されたご身分による不幸もあったに違いない僕たち長屋住まいの者のであったら「お前は俺を偉いと思うか?」「思いませんそうか」 というだけで済むことも殿様ともなればそうもいくまい天才の不幸殿様の不幸という具合に考えてくるといよいよ僕の不安が増大してくるばかりである似たような惨事が僕の身辺において起こったのだその事件のために僕はあの忠直卿行上記をおのずから思い出しそうして一夜 不意と恐ろしい疑念に取りつかれたりなどしてあれこれ思い合わせ誇張ではなく夜も眠られぬほど不安になったあの殿様は本当に剣術が素晴らしく強かったのではあるまいかけれども問題はもはやその殿様の身の上ではない僕のただなお経は 三三十歳の女性であるそうして僕の役割はあの庭園で浅さましい負け惜しみを言っていた家来であったかもしれないのだからいよいよやりきれない話である草田宗兵衛氏の夫人草田静子この人が突然私は天才だと言って家出した,のしたというのだから驚いた。 草田氏の家と僕の成果とは別に血のつながりはないのだがそれでも先々代あたりからお互いに親しく交際している交際しているなどと言うと聞こえもいいけれど実情は僕の成果の者たちは草田氏の家に出入りを許されているとでも言った方が当たっている俗に言うご身分も財産も僕の成果などとはまるで段違いなのであるいわば 僕の成家の方で交際をお願いしているというような具合なのであるまさしく殿様と家来である当主の総兵衛氏はまだ若い若いと言ってももう四十は越している東京帝国大学の経済科を卒業してからフランスへ行き五六年遊んで日本へ帰るとすぐに遠い親戚筋の家この家は 後間もなく没落したその家の一人娘静子さんと結婚した夫婦の中もまず円満と言ってよい状態であった一条を設けハリコと名付けたパリーをもじったものらしい宗兵衛氏はハイカラな人である背の高い堂々たる美男であるいつもニコニコ笑っている いいい洋画をたくさん持っているドガの競馬の絵がその中でも一番の自慢のものらしいけれども自分の趣味の高さを誇るようなそぶりはちっとも見せない美術に関する話もあまりしない毎日自分の銀行に通勤している要するに一流の紳士である六年前に先代が亡くなって すぐ宗兵衛氏が草田の家を継いだのである夫人は「ああこんな身の上の説明をするよりも僕は数年前のある日のささやかな事件を描写しようその方が早道である」「三年前のお正月僕は草田の家に年始に行った」「僕は友人にも時たまそれを指摘されるのだが」 よっぽどひがみ根性の強い男らしいことに8年前ある事情で聖家から離れ自分一人で極貧に近いその日暮らしを始めるようになってからは一層そひがみも強くなった様子である人に侮辱をされはせぬかと散りかけている枯葉のように絶えずプルプル命を懸けて緊張しているやりきれない悪徳である僕は草田の家にはめったに行かない 聖火の母や兄は今でもちょいちょい草田の家にお伺いしているようであるが僕だけは行かない高等学校の頃までは僕も無邪気に遊びに行っていたのであるが大学へ入ってからはもう嫌になった草田の家の人たちはみんないい人ばかりなのであるがどうも行きたくなくなった金持ちは嫌だという単純な思想を持ち始めていたのである それがどうして3年前のお正月に限ってお年始などに行く気になったかというとそれはそもそも僕自身がだらしなかったからであるその前年の師走草田夫人から僕に突然正体の手紙が来たのである「しばらくお会いいたしません来年のお正月にはぜひとも遊びにおいでください」主人も楽しみにして待っております 主人も私もあなたの小説の読者です最後の一句に僕は浮かれてしまったのだ恥ずかしいことであるその頃僕の小説も少し売れ始めていたのである白状するが僕はその頃いい気になっていた危険な時期であったのであるふやけた気持ちでいた時草田夫人からの招待状が来て 「あなたの小説の読者です」などと言われたのだからたまらない。「北総縁」で「ご招待まことにありがたくうんぬん」と色気たっぷりの返事を書いてそうしてクくる年の正月1日にのこのこ出かけて行って見事眉間をざくりと割られるほどの大一軸を受けて帰宅した。「その日草田の家では随分僕を歓待してくれた。 他の年始のお客にもいちいち僕を流行作家として紹介するのだ僕はそれを揶揄侮辱の言葉と思わなかったばかりかひょっとしたら僕はもう流行作家なのかもしれないと考え直してみたりなどしたのだから話にならない惨めなものである僕は酔った総兵衛を相手に大いに酔ったもっとも 酔っ払ったのは僕一人で宗兵衛氏はいくら飲んでも顔色も変わらずそして気弱そうに無理に微笑して僕の文学団を聞いている「一つ奥さん」と僕は図に乗って夫人へ杯を指した「いかがです?」「いただきません」「夫人は冷たく答えた」「それが何とも言えず骨の髄に徹するくらいの霊言な誤調であった」 そこ知れぬ軽蔑感がそのたった一語に込められてあった僕は参った酔いも覚めたけれども苦笑してあ失礼つい酔いすぎてと軽く言ってその場をごまかしたが腹綿が煮えくり返ったさらに一つ僕はもうそれ以上お酒を飲む気もせずご飯を食べることにしたしじみ汁がおいしかった せっせと貝の肉を箸でほじくり出して食べていたら「あら!」。夫人は小さい驚きの声を上げた「そんなもの食べて何ともありません?」。無心な質問である。思わず箸とお椀を取り落としそうだったこの貝は食べるものではなかったのだ。しじみ汁はただその汁だけを飲むものらしい貝はだしだ。 貧しい者にとってはこの貝の肉だってなかなかおいしいものだが上流の人たちはこの肉を大変汚いものとして捨てるのだなるほどしじみの肉はおへそみたいで臭悪だ僕は何も返事ができなかった無心な驚きの声であっただけに手痛かったことさらに上品ぶってそんな質問をするのなら僕にも応答のしようがある けれどもその声は全く本心からの純粋な驚きの声なのだから僕は参った成り上がり者の流行作家は箸とお椀を持ったままうなだれて何も言えない涙が湧いて出たあんな手ひどい呪辱を受けたことがなかったそれっきり僕は草田の家へは行かない草田の家だけでなく その後は他のお金持ちの家にもなるべく行かないことにしたそうして僕は意地になって貧乏の薄汚い生活を続けた昨年の9月僕の老屋の玄関に意外の客人が立っていた草田宗兵衛氏である「静子が来ていませんかい,いえ、本当ですか?」。 どうしたのです僕の方で反問した何か訳があるらしかった家は散らかっていますから外へ出ましょう汚い家の中を見せたくなかったそうですねと草田氏はおとなしくうなずいて僕の後についてきた少し歩くと井の頭公園である公園の林の中を歩きながら草田氏は語った どうもいけません今度はしくじりました薬が効きすぎました夫人が家出をしたというのであるその原因が実に馬鹿げている数年前に夫人の実家が破産したそれから夫人は妙に冷たく取りすました女になった実家の破産を非常な恥辱と考えてしまったらしい 何でもないじゃないかといくら慰めてやってもいよいよひがむばかりだというそれを聞いて僕もお正月のあの「いただきませんの」の異様な霊言が理解できた静子さんが草田の家にお嫁に来たのは僕の高等学校時代のことでその頃は僕も平気で草田の家にちょいちょい遊びに行っていたし新婦人の静子さんとも話を交わして 一緒にに映画を見に行ったことさえあったのだが、その頃の頃新婦人は決してあんな骨を刺すような口調で物を言う人ではなかった無知なくらいに明るく笑う人だったあの元旦に久しぶりで顔を合わせてすぐに僕は何も言葉を交わさぬ先から変わったなあと思っていたのだがそれではやはり実家の破産という優秀が あの人をあんなにひどく変化させてしまっていたのに違いないヒステリーですね僕はふんと笑っていったさあそれが草田氏は僕の軽蔑に気が付かなかったらしく真面目に考え込んで「とにかく僕が悪いんですおだてすぎたのです薬が効きすぎました」 草田氏は夫人を慰める一手段として、夫人に洋画を習わせた。一週間に一度ずつ、近所の中泉河川とかいう、もう六十歳近い下手くそな老画伯のアトリエに通わせた。さあ、それから褒めた。草田氏をはじめ、その中泉という老物の画伯と、それから中泉のアトリエに通っている若い研究生たち、また、草田の家に出入りしている、 うぞう,むぞう寄ってたかって夫人の絵を褒めちぎって挙句の果ては夫人の逆上ということになり私は天才だと口走って家出したというのであるが僕は話を聞きながら何度も吹き出しそうになって困ったなるほど薬が効きすぎたお金持ちの家庭にありがちなバカバカしい喜劇だいつ飛び出したんですか 僕はもう草田夫妻を馬鹿に仕切っていた。昨日ですなんだそれじゃ何も騒ぐことはないじゃないですか僕の女房だって僕があんまりお酒を飲みすぎると里へ行って一,一晩泊まってくることがありますよそれとこれとは違います静子は芸術家として自由な生活をしたいんだそうですお金をたくさん持って出ましたたくさん ちょっと多いんです草出しくらいのお金持ちがちょっと多いというくらいだから5,000円あるいは1万円くらいかもしれないと僕は思ったそれはいけませんね初めて少し興味を覚えた貧乏人はお金の話には無関心でおれない静子はあなたの小説をいつも読んでいましたからきっとあなたの家へお邪魔に上がっているんじゃないかと 冗談じゃない。僕は敵ですと言おうと思ったのだがいつもニコニコ笑っている草田氏が今日ばかりは青くなってしょげ返っているその様子を目前に見てちょっと言い出しかねた吉祥寺の駅の前で別れたが別れる時に僕は苦笑しながら訪ねた「一体どんな絵を描くんです?」変わっています本当に。 天才みたいなところもあるんです意外の答えであった「へえ僕は二の句が告げなかったつくづくバカな夫婦だと思って呆れた」それから3日目だったか我が天才女子は絵の具箱をひっさげて僕の老屋に出現した「ナッパ服のような粗末な洋服を着ている」「気味悪いほど頬がこけて」 目が異様に大きくなっていたけれどもいわば一流の貴婦人の品位はおかしがたかった「お上がりなさい」「僕はことさらに乱暴な口を聞いた」「どこへ行っていたのですか」「草田さんがとても心配していましたよ」「あなたは芸術家ですか」「玄関のたたきに突っ立ったままそっぽを向いてそうつぶやいた」 例の冷たい傲慢な口調である何を言ってるんですキザなことを言ってはいけません草田さんも並行していましたよハリコちゃんのいるのをお忘れですかアパートを探しているのですけど夫人は僕の言葉を全然黙殺しているこの辺にありませんか奥さんどうかしていますね物笑いの種ですよおよしになってください 夫人はちっとも悪びれない家を一軒借りてもいいんですけど薬が効きすぎたと草田さんも後悔していましたよ二十世紀には芸術家も天才もないんですあなたは俗物ね平気な顔をしていった草田の方がまだ理解があります 僕に対してこんなしっけいなことを言うお客には帰ってもらうことにしている。僕には信じている一字があるのだ。誰彼に分かってもらわなくともいいのだ。嫌なら来るな。あなたは何しに来たのですかお帰りになったらどうですか帰ります。少し笑って絵をお見せしましょうか。たくさんです。大抵分かっています。そう。 僕の顔をそれこそ穴の開くほど見つめたさようなら帰ってしまったなんということだあの人は確か僕と同じ年のはずだ十二三歳の子供さえあるのだ人におだてられて発狂したおだてる人もおだてる人だ不愉快な事件である僕はこの事件に対して 恐怖をさえ感じたそれから約2か月間静子夫人の来訪はなかったが草田宗兵衛氏からはその間に56回手紙をもらった困りきっているらしい静子夫人はその後赤坂のアパートに帰居して初めは神妙に中泉画伯のアトリエに通っていたがやがてその老画伯をも軽蔑して 絵の勉強はほとんどせず画伯のアトリエの若い研究生たちを自分のアパートに呼び集めてその研究生たちのお世辞によって毎晩有頂天のバカ騒ぎをしていた草田氏は恥を忍んで単身赤坂のアパートを訪れ家へ帰るように懇願したが駄目であった静子夫人には鼻であしらわれ取り巻きの研究生たちにさえ 天才の敵として攻撃せられその上持っていたお金をみんな巻き上げられた三度訪れたが三度とも同じ浮き目にあった「もう今では草田氏も覚悟を決めているそれにしても張子が不憫であるどうしたらよいのか男子としてこんな苦しい立場はないと」と40歳を超えた一流紳士の草田氏が僕に手紙で言ってよこすのである。 けれども僕もいつか草田の家で受けたあの第一辱を忘れてはいない僕には時々自分でもぞっとするほど執念深いところがある一度受けた侮辱をどうしても忘れることができない草田の家のこの度の不幸に同情する気持ちなど少しも起こらぬのである草田氏は僕に再三 どうかよろしく静子に解いてやってください」と手紙で頼んできているのだが「僕は動きたくなかった」「お金持ちの使い走りは嫌だった」「僕は奥さんに大変軽蔑されている人間ですからとてもお役には立ちません」などと言っていつも断っていたのである11月の初め庭のサザンカが咲き始めた頃であったその朝 僕は静子夫人から手紙をもらった「耳が聞こえなくなりました」「悪いお酒をたくさん飲んで中耳炎を起こしたのです」「お医者に見せましたけれどももう手遅れだそうです」「夜間のお湯がシュンシュン沸いているあの音も聞こえません」「窓の外で木の枝が枯葉を散らして揺れ動いておりますが何にも音が聞こえません」 もう死ぬまで聞くことができません人の声も地の底から言っているようにしか聞こえませんこれもやがて全く聞こえなくなるのでしょう耳がよく聞こえないということがどんなに寂しいもどかしいものか今度という今度は思い知りました買い物などに行って私の耳の悪いことを知らない人たちが 普通の人に話すようにものを言うので、私には何を言っているのかさっぱりわからなくて、悲しくなってしまいます。自分を慰めるために、耳の悪いあの人やこの人のことなど思い出してみて、ようやくのことで一日を過ごします。このごろ、しょっちゅう死にたい死にたいと思います。そうしては、ハリコのことが思い浮かんできて、 何とかして粘って生きていなければならぬと思い返しますこないだうち泣くと耳に悪いと思って我慢に我慢していた涙をつい二三日前こらえきれなくなって一度に滝のように流しましたら気分がいくらか楽になりましたもう今では耳の聞こえないことにほんの少し諦めも出てきましたが悪くなり始めの頃は半狂乱でしたの 一日のうちに何回も何回も。火箸でもって火鉢の縁を叩いてみます。音がよく聞こえるかどうか試してみるのです。夜中でも目が覚めさえすれば。すぐに寝床に腹ばいになって。ポンポン火鉢を叩いてみます。浅ましい姿です。畳をつつめでひっかいてみます。なるべく聞き取りにくいような音を選んでやってみるのです。人が訪ねてくると。 その人に大きな声を出させたり、小さい声を出させたり1時間も2時間もしつこく続けて注文していろいろ様々聴力を試してみるのでお客様たちは並行してこの頃はあんまり訪ねてこなくなりました夜遅く電車通りに一人で立っていてすぐ目の前を走っていく電車の音に耳を澄ましていることもありました もう今では電車の音も髪を引き裂くくらいの小さい音になりました間もなく何にも聞こえなくなるのでしょう体全体が悪いようですようお寝まきを三度も取り替えます寝汗でぐしょぐしょになるのです今まで描いた絵はみんな破って捨て,て,ま,捨てました一つ残さず捨てました 私の絵はとても下手だったのですあなただけが本当のことをおっしゃいました他の人はみんな私をおだてました私はできることならあなたのように貧しくとも気楽な芸術家の生活をしたかったお笑いください私の家は破産して母も間もなく死んで父は北海道へ逃げて行きました 私は草田の家にいるのが辛くなりましたその頃からあなたの小説を読み始めてこんな生き方もあるかと生きる目標が一つ見つかったような気がしていました私もあなたと同じ貧しい子ですあなたにお会いしたくなりました三年前のお正月に本当に久しぶりにお目にかかることができてうれしゅうございました 私はあなたの気ままな酔い方を見て、妬ましいくらい羨ましく思いました。これが本当の生き方だ。居職も世辞もなく、そうして一人誇りを高くして生きている。こんな生き方がいいなあと思いました。けれども、私にはどうすることもできません。そのうちに主人が私に絵を描くことを勧めて、 私は主人を信じていますので今でも私は主人を愛しております中泉さんのアトリエに通うことになりましたがたちまち皆さんの熱狂的な称賛の的になり初めは私もただ当惑いたしましたが主人まで真顔になって「お前は天才かもしれぬ」などと申します私は主人の美術鑑賞眼をとても尊敬していましたのでとうとう私も逆上し かねて憧れの芸術家の生活を始めるつもりで家を出ましたバカな女ですね中泉さんのアトリエに通っている研究生たちと一緒に23日箱根で遊んでその間にちょっと気に入った絵ができましたのでまずあなたに見ていただきたくて勇んであなたのお家へ参りましたのに思いがけず散々な目に遭いました私は 恥ずかししございましたあなたに絵を見てもらって褒められてそうしてあなたのおうちの近くに曲がりでもしてお互い貧しい芸術家としてお友達になりたいと思っていました私は狂っていたのですあなたにメンバーせられて初めて私は正気になりました自分のバカを知りました 若い研究生たちがどんなに私の絵を褒めてもそれはみんな浅はかなお世辞で陰では舌を出しているのだということに気がつきましたけれどもその時にはもう私の生活が取り返しのつかぬところまで落ちていました引き返すことができなくなっていました落ちるところまで落ちてみましょう私は毎晩お酒を飲みました 若い研究生たちと徹夜で騒ぎました焼酎も仁も飲みましたきザなバカな女ですね愚痴はもう申しますまい私は潔く罰を受けます窓の外の木の枝の揺れ具合で風がひどいなと思っているうちに雨が横殴りに降ってきました雨の音も風の音も 私には何にも聞こえません「サイレント」の映画のようで恐ろしいくらい寂しい夕暮れです「この手紙にご返事はいりませんのですよ私のことはどうか気になさらないでください」「寂しさのあまりちょっと書いてみたのですあなたは平気でいらしてください」「手紙にはアパートのところ番地もしたためられていた」 僕は出かけた小綺麗なアパートであったが静子さんの部屋はひどかった六畳までそうして部屋には何もなかった火鉢と机それだけだった畳は赤茶けて湿っぽく部屋は日当たりも悪くて薄暗く果物の腐ったような嫌な匂いがしていた静子さんは窓口に腰掛けて笑っている。 さすがに身なりはきちんとしている顔にも美しさが残っている2か月前に見た時よりも太ったような感じもするがけれどもなんだか気味が悪い目に力がない生きている人の目ではなかった瞳が灰色に濁っている「むちゃですね」と僕は叫ぶようにして言ったのであるが 静子さんは首を振って笑うばかりだ。もう全く聞こえないらしい僕僕は机の上の要線に「草田の家へ帰りなさい」と書いて静子さんに読ませたそれから二人の間に筆談が始まった静子さんも机のそばに座って熱心に書いた「草田の家へお帰りなさい」すみません とにかく帰りなさい帰れないなぜ帰る資格ない草田さんが待ってる嘘本当帰れないのです私過ちしたバカだこれからどうするすみません働くつもりお金いるかございます絵を見せてください ない一枚もありません僕は急に静子さんの絵を見たくなったのである妙な予感がしてきたいい絵だ素晴らしくいい絵だきっとそうだ絵を描いていく気ないか恥ずかしいあなたはきっとうまい慰めないでほしい本当に 天才かもしれない。「よしてくださいもうお帰りください」「僕は苦笑して立ち上がった帰るより他はない静子夫人は僕を見送りもせず座ったままでぼんやり窓の外を眺めていたその夜僕は中泉画伯のアトリエを訪れた静子さんの絵を見たいのですが」 あなたのところにありませんかない老が伯は人の良さそうな笑顔でご自分で全部破ってしまったそうじゃないですか天才的だったのですがねあんなにわがままじゃいけません書き損じのデッサンでも何でもとにかく見たいのですありませんか待てよ老う伯は首を傾けて デッサンが三枚ばかり私のところに残っていたんですがそれはあの人がこの間にやって来て私の目の前で破ってしまいました確か誰かがあの人の絵をこっぴどくやっつけたらしくそれからもうあそうだありましたありましたまだ一枚残っていますうちの娘が確か水彩を一枚持っていたはずです見せてください ちちょっとお待ちください老画伯は奥へ行ってやがてニコニコ笑いながら一枚の水彩を持って出てきて「よかったよかった娘が秘蔵していたので助かりました今残っているのはおそらくこの水彩一枚だけでしょう私はもう一万円でも手放しませんよ見せてください」。の絵である バケツに投げ入れられた20本ほどの水仙の絵である手に取ってちらっと見てビリビリと引き裂いた何をなさる老画伯は驚愕したつまらない絵じゃありませんかあなたたちはお金持ちの奥さんにおばっかを言っていただけなんだそうして奥さんの一生を台無しにしたのですあの人をこっぴどくやっつけた男というのは僕です そんなにつまらない絵でもないでしょう。老う伯は急はに受信を失った様子で、私には今の新しい人たちの絵はよくわかりませんけど、僕はその絵をさらに細かくこかく引き裂いてストーブにくべた。僕には絵がわかるつもりだ。草出しにさえ教えることができるくらいにわかるつもりだ。 推薦の絵は断じてつまらない絵ではなかった見事だったなぜそれを僕が引き裂いたのかそれは読者の推量に任せる静子夫人は草田氏の手元に引き取られその年の暮れに自殺した僕の不安は増大する一方である なんだだか天才の絵の絵ようおのずからなお経の物語など思い出されあるよふとなお経も事実素晴らしい剣術の達人だったのではあるまいかと奇妙な疑念にさえとらわれてこの頃は夜も寝られぬくらい不安である二十世紀にも芸術の天才が生きているのかもしれぬ。 ありがとうございます。朗読は田中康彦でした。